皆様こんにちは。ホノルル総領事館に住み着いている猫のクロと申すにゃ。同じく総領事館に住み着いているグレと申すにゃ。今日は前回の続きで巻き墓地にある巻き機海軍墓地を紹介するにゃ。でもその前に巻き機海軍墓地の歴史について簡単に説明したいにゃ。まず最初に触れたいのは「かんンん丸」にゃ。 カンリン丸って最初にアメリカを訪問した日本の船じゃなかったにゃ福沢諭吉とかかつ海州が最初にアメリカを訪問する際に乗船したと勉強したにゃよく知っているにゃ1860年に日米修好通商条約の批准書を交換するためにアメリカに派遣された県米使節団の随伴艦だったそうにゃ当時は幕府の軍艦だったにゃそのかんりん丸が日本に戻る際 ホノルルに立ち寄ったのが初の日本船舶の来航にゃ。これまた歴史が古いにゃ。そして明治政府になった1875年には日本帝国海軍は初の遠洋練習航海を行うにゃ。その航海として練習艦スクばが出発翌年の1876年にホノルルに来航するにゃ。遠洋練習航海って毎年海上自衛隊が将来を担う若い幹部の実習のために 世界を回っているやつかにゃ。その最初の後悔がホノルルって縁が深いにゃ。そうにゃ。昔は海軍兵学校の卒業生、今は海事幹部候補生学校の卒業生が練習のために遠洋航海を行っているにゃ。で、練習官、つくば、の艦長らは、当時のハワイ王国の王様、カラカウアオに謁見したそうだにゃ。けど、 二刀兵であった荒川又十郎が病気で亡くなってしまうのにゃその荒川二等兵は巻き墓地に埋葬されるにゃ大変残念な話だにゃ昔は航海中に病気で亡くなる人も多かったのかにゃそうにゃ1883年にも練習艦「龍城」が海軍兵学校10期生を乗せて最終機コーチとしてホノルルに来たけど乗組員12人が格けで亡くなってしまうにゃ その12人も巻きにに埋葬されたにゃ残念だにゃただこうして聞くとたくさんの日本帝国海軍の艦艇が来訪したんだにゃそうにゃ1903年に編成した練習艦隊としての寄港も戦前は16回に及ぶそうにゃそして1939年帝国海軍が真珠湾を攻撃するわずか2年前に練習艦隊として最後のハワイの寄港を行うにゃ 戦後は1958年に海上自衛隊が最初の遠洋練習公開を実施したにゃ。その際の訪問先はやっぱりハワイだったそうにゃ。その後ほぼ毎回来航してくれるにゃ。そういえばつい最近2020年9月にも練習艦隊が来航されたと聞いたにゃ。新型コロナのパンデミックで上陸できなかったそうだけど領事が研修ビデオを作成して 少しでも研修した気分になるようにしたそうだにゃ今回の動画も研修ビデオの内容を一部流用しているそうにゃそれではマキキ海軍墓地を紹介するにゃマキキ海軍墓地はハワイ明治会が管理しているにゃハワイ明治会とはなんにゃハワイ明治 今のハワイ日系社会を築き上げた明治生まれの方々が1958年に集まって明治の精神心を次世代に伝えるために創設されたそうにゃ。マキキ海軍墓地などを日頃から清掃してくれているにゃ。それではハワイ明治会の会長のケンさんに説明してもらうにゃ。16 Japanese naval cemetery outside of Japan. The first to be buried here was Junior Seaman Second Class Arakawa from the Tsukuba in 1876. In 1883, the Ryujo made an unscheduled stop in Hawaii because. The ship couldn't go on. The crew was ill. In fact, 12 crew members had died and were buried here. When the ship took on meat and vegetables, uh, many of the sailors started recovering. And that was the beginning of the discovery of the reason why the sailors were getting sick. They had a vitamin deficiency, vitamin B1, and after that, um, it was solved. では、総領事が海軍墓地の鎮魂碑に喧嘩するにゃ。 今日は、これでおしまいにゃ。僕たちが住み着いている総領侶館とハワイの関係が少し分かった気がするにゃ。グレの勉強になって良かったにゃ。次の機会があれば、また別の場所を紹介するにゃ。それでは視聴者の皆様、ご視聴マハロー。マハロー。